はい、ここからは宇宙の近くラブ&ピース同じ空の下から EM がつなぐ環境浄化のコーナーです。見返りを求めないボランティアがの世の中を変える NPO 法人地球環境共生ネットワーク、通称 U ネット、ナチュラルフーズショップ新鮮、株式会社 EM 生活、EM ウェルネスリゾートホテル&スパコスタビスタ沖縄のご協力でお伝えいたします。ごめんなさい。このコーナーは EM を活用して私たちがすぐできる環境改善を紹介してまいります。まず EM の説明です。 EM は安全で有用な微生物を集めた共生体で、1982年に沖縄で生まれました。 EM には食品の発酵に用いられる乳酸菌や酵母、太陽の光を利用する光合成細菌などが含まれており、自然に優しい農業や汚れた環境の浄化などに用いられています。また全国各地で EM を使った川や海の浄化活動が実践されていて、貝や水草、小魚などが増え、生物豊かな環境が回復した事例が多数見られます。はい、お久しぶりです。お久しぶりです。はい、ごめんなさい、なんか喉がかしか、はい、そうですか。ごめんなさい。はい、まずこの曲の紹介からという感じで、はい、お願いします。はい、あの、はい、フリーのハンターって曲なんですけども、かっこいい、はい、もうそうですね、めちゃめちゃなんか渋い感じの曲なんですけど、もうこれ演奏してる人たち当時20歳と21歳っていうですね、そんな若くて、はいはい、あの、ポール・ロジャースっていう、今回聞いたこと、ポール・ロジャースが在籍してたバンドですね。はいはい、で、あのベースの人とかが、ベースシストがアンディ・フレイザーっていうんですけど、当時18歳かな、もうすごい若いんですよ。そんな若い感じしないの。そうなんですよ。もうなんか、なんですかね、もう若年寄りっていうか、この20歳そこそこで円熟しきってしまったっていうかですね、これからね、どんなじじいになるんだっていうような、こう末恐ろしい感じの演奏なんですけども、はい、アルバート・キングの曲のカバーですね。あ、そうだったんですね。はい、はい、すごい年分な感じで。よかった。はい。うん。ところで。はい。はい、海の日ですね、恵美さんも三重の方に行っていただいたかと思うんですけども、行きましたよ、うん、はい、まあ、今日ですね、あの集計もですね、少しずつ今、集まってはきてるんで、まだ全然中間発表するような段階でもないんですけども、まあ、せっかくですね、ここ の、あのコーナーでも広く紹介させてもらいましたので、その辺のお話もさせてもらいたいなと思ってます。まずですね、昨年の結果なんですけど、昨年はですね、全国で、360団体の方に参加していただきまして、EM 団子が51万個、51万個、はい、はい、で EM 活性液は、ね、72万リットルですね、まあ、トンでいうと720トンということになるんですけども、まあ、私たち目標としてはですね、団子100万個を入れたいっていうふうに思ってますので、まあ、なかなかね、そこにはなく到達しないんですけども、そんな感じで頑張ってます。で、まあ、どんなですかね、この中で、どこがこう盛んかとか、たくさん、エミさんなんかわかります？一番盛んなの。はい、私やっぱり自分が参加したから、あ、でも、四日市を暑かったなっ、やっぱり、そうです。まあ、やっぱり、三重ダントツなんですよ。あ、そうなんですか。はい、やっぱりね、この、ここのスポンサーさんにもなって、新鮮さんになってくれてますけども、三重はやっぱりダントツで多いですね。ずば抜けて団子とかも、やっぱり一桁違うんですよ、うん、入れてる量が。あ、そうですか。あそこは、去年だけでも10万個入れてますし、多分今年もやっぱりそれぐらいか、それ以上の数は用意されてるんじゃないかなと思いますね。あと次に多いのが、鹿児島、ね。あ、そうですか。はい。あそこもですね、EM 自然の里さんっていう、販売店さんが、県内各あちこちに販売のネットワークを広げてもらっしゃって、で、その方々が、一緒に地域貢献活動もやってくださってるので、かなり熱心なんですよね。で、その次に愛知とか、大阪とかっていうところが入ってくるんですよね。名古屋も暑かったな。名古屋もですね、あそこはですね、まあ、団子よりも駅の方が多いんですよね。活性器入れてらっしゃるんで、まあ、あそこはもうでも、活動の人口自体はやっぱり一番こう多いんじゃないですかね、愛知はですね。もう本当に、その地域地域に、自分の住んでる川をきれいにしようという団体がもうたくさん散らばってやってらっしゃいますから、愛知はですね、なんていうんですかね、こう活動してる人の分母っていうことで考えたら、とってもあそこが大きいとは思います。はい。もう三重はね、その、牽引してる人のパワーがすごいから、まますね、はい。小川さんとか小野さんとか、現地でお会いされたと思いますけど、いかがでしたか、でもね、まあ、そう、大人たちもそうだけど、はい、子供たちがね、はい、割と、
なんだろう、自分でやってきた実績っていうのがきっと分かってるからなんでしょうね。はいはい、その OB たちっていうか、はい、うん、だから学校の行事として最初自分たちでプール清掃したりとか、うん、そう川に投げたりして、自分たちでそういうのをこう目の当たりに綺麗になったのを見てるから、うん、だからこう若い子たちって子供たちもそれに習って自分たちがやっぱりやっていかなきゃいけないんで、そういう気合をすごい感じます、ね。ああ、なるほどですね。うん、そうですね。あの私もね、あの藤沢の、遠藤さんのだったところで、はい、一緒にですね、キーム団子の投入やってきて、まあ、その子模様はですね、また遠藤さんに来ていただいた時に話しようと思うんですけど、ね、うん、やっぱり、お子様連れの方が多くって、で、子供がすごく楽しんでやってくれるんですよね。それで、私も、その EM も長く関わってますけど、こういう環境浄化とか学校教育とかの環境教育っていうことで関わり出してから、子供さんがね、EM と触れ合う、そういうきっかけができたんですけど、なんて言うんですかね、こう、感性で分かってくれる人ほど家物の良さ分かってくれるっていうか、だからこの男性か女性かっていうと、どっちかと女性の支持の方が EM と大きいですし、その理屈で考えてどうこうっていうのも、これは私の体に良さそうとか子供に良さそうっていうのは直感的に分かってくれるんでしょうね。子供もこれが何かとかっていうことを分かってないんですよ。それで、初めこう、微生物だこうだって言うと、EM の匂いとか嗅がせたら、臭いとかって言うんだけど、うん、臭いとかって言いながら喜んでいじって、うん、最後にはこう、わーわー投げたりして、だから、多分子供も感覚的に、その理屈ではなくていいものだって感じてくれるんじゃ、せるんじゃないかなと思うんですよね。机の上の科学じゃなくて、実践にやってみた、こう、身にね、学んだ科学をしてるような。そうですよね。やっぱり動物的な本能で自分にとって安全かとかどうかっていうのは、やっぱり分かる感性っていうのが、ね、やっぱ人間にもあると思うんですよね。で、やっぱりそういう、なんていうのかな、人たちほど、いいっても安心して、喜んで使ってくれてるなっていうのは、あると思います、うん、ね、くま、うん、ちゃんそんな感じなんですよ EM って。はい、うん、来年はくまちゃんもぜひ、あの皮膚のそうです、上代金の話をしてびっくりさせてましたけど、もうなんかもうすいません、なんかラジオなのに聞き入ってしまいました、リスナーになってしまってます。あ、すごいですね。団子ってその団子ですか。はい、あの EM 機能はですね、土と一緒に混ぜてのお団子状にするんですけど、そうするとカビがこう生えてきて、それで菌糸の力でガッチリ固まるんですね。これ鰹節と同じ原理なんですけど、でこのガチガチに固まった有用菌の塊をヘドロの中に入れると、そうするとがっちり固まってるから、普通に逃げた団子と違って簡単に溶けないんです、うん、でそこでいい微生物が増殖する基地になって、うん、それで悪い微生物を減らして、環境の汚れを分解していくっていうような作用を持った団子ですよね。あ、いいですね、はい、関東の海って、うん、これさっきも話してたんですけど、ちょっと汚れてるじゃないですか、うん、僕田舎が博多なもんで、はい、すごい綺麗なんですよ、はい、やっぱ玄界灘っていうのは、うん、はい、だからこっちも綺麗になってほしいですね、うん、まあそうですね、まあ、関東の活動としても日本橋川の浄化をずっとやってまして、でやっぱり活動を始めることで、河川だいぶ綺麗になってきたし、その川に流した EM っていうのが今度隅田川に行って、で、それが隅田川に押されて、東京湾にこう行ってるんですけど、うん、やっぱり私たちが生物質の現場調査とかすると、うん、昔に比べて貝とかがだいぶ取れるようになって、あ、みたいですね。はい、はい。てますね、はい、うん。で、ちょうど、直接的な因果関係は説明できないんですけど、やはり時系列的には私たちがその浄化活動を始めたのと、その環境をきれいになったっていう時期とが、こう、だんだんタイムラグ的に合うんですよね。うんうん、やっぱり海はきれいじゃないとですね。そうですね。きれいで、やっぱり生物がたくさんいるっていうことが一番大事だと思うんですよね。やっぱ江戸前っていうね、昔からそういったのもありましたし、やっぱり豊かな海だったんですよね。もともと江戸前の海というのはね。ですね。はい。くまちゃんもぜひ。はい、勉強してください。はい。はい、なんか、なんか、はい、なんかやりたいですよね。うん。ね。活動できるなら。はい。はい、ぜひご参加ください。はい、またお誘いしたいと思います。よろしくお願いします。はい。で、今月のプレゼント、ね。今月のプレゼントはですね、エミーさんもご愛用くださってる。そうなのよ。縦横ピッチャー。はい、もう。はい。ね。はい。これ、縦横ピッチャーって言ってもわかんないと思うんですけど。わかんないですね。エンバランスっていう EM が練り込んであるこのプラスチック樹脂が作られてる、はい、水とか、飲み物を冷やす容器ですね。セラミックは、セラミックは、
ついてないんですか中の。いや、つけます？そりゃつけなきゃだって。あとお水が美味しくなるんじゃないですか。いや、これだけでもあれ、効果があるもんなんですけど、すごいお値段でされたの初めてです。じゃあつけます。そうそう、つけましょうよ。はい、すいません。はい、はい、はい。すごい番組になってきたな。はい。もうセラミックつけたので、1名様に。あ、1名様。これ絶対におすすめです。はい、私も使ってるから、お水が全く変わります。はい。ね、プレゼントのご応募はファックスですと、044-711-1400 です。メールですと kst@kawasakifm.co.jp です。ちょっと舌がもにょもにょ。おはがきですと郵便番号 211-8566 川崎 FM で OK です。内海利勝ラブ&ピース EM のなんて縦横ピッチャーですんで、まあ、うん、水筒とかでも、水入れとかでもいいし、そんな風に言ってください。そうですね。うん。うん。宇宙人しかつラブ&ピース、EM のあの、水差しでも何でもいいです。そうそうそう、水差しみたいな感じ。水が関係してれば、うん、のプレゼント係まで、うん、住所、氏名、電話番号をお忘れなく、これ絶対私が、もう、いいお水です。おすすめです。よろしくお願いします。はい、今からでもどうぞ。それでは、また来週は、柴さんですね、はい。はい、私です。お邪魔します。どうもでした。はい、どうも。コーナー行きます。ありがとうございます。すいません。いいですね。すいません。セポヘッド筋30年。横浜。